はい。それでは、えー、本日もリミガレヤマさんの5ミニッツやっていきたいと思います、えー。リミックスラジー代表の山崎です。よろしくお願いします。えー、普段はですね、えーまあ、J リーグを中心に海外もちょっと含めた5分間だけ、えー、週末あったサッカーを語る配信なんですが、まあ、今回は J3 が開幕しましたんで、J3 開幕スペシャルでございます。えー、なんで今日は、えー、J3 のみやります。はい。はい それではじゃあ5分間いきたいと思います。よろしくお願いします。スタート。えー、っと、まず、えー、我が、カターレの試合からきたいと思います。えー、まあカターレは開幕戦、えー、アウェーで愛媛と対戦と。えー、過去 J2 でお互い戦ってますが、まあいろいろ環境も変わり、J3 対戦。えー、で、まず、カターレは、えー、昨年のような布で、で、驚いた方も多いと思いますが、 まあ、新加入選手と,、えー、と、新人選手の起用ですね。えー、とスリーバックの真ん中にインド選手は同じなんですが、えー、右に、えー、大当選手。で左に、えー、鎌田選手と。で右の、えー、ウィングバックに神山君とで。ストップの下になるのかな ええと、松本くんと。まあ、えー、っと、昨年はね、結構固定が、固定メンバーがありましたんで、まあま、あそれも含めてなんですけど、まあ、開幕戦だなという感じと、さらにワクワク感が高まったサポの人も多いんではないでしょうか。で、対する愛媛は、昨年勝ち点がなかなか取れず、絶に合格して、でもね、ただ補強は実績ある選手多いんですよね。もう、 前線のトップの松田力選手なんてまさか、まさかまさかですよ。はい。驚きすぎました。あと森下選手とか、セスですね。あと、徳重選手長崎かな。確か。で、なんと言っても自分個人的に好きな佐々木匠選手がいるんですよね。あの、やっぱベナルタ仙台の活躍かなりインパクトあったので、まさかまさかの J3 と思って。 ちょっとびっくりしましたね。で、監督は、えー、っと、アタッキングフットボールが、まあ、目指すところという。えー、っと、まあ、数年ぶりに、えー、っと、愛媛に戻ってきた石丸監督ですよ。アタッキングフットボールっていうのは、まあ、簡単に言うと、えー、っと、ボスコと、ポステコグルー監督が、あの、横浜 F ・マリスでやってたようなサッカーです。攻撃は、自陣からポゼッション、試合を高めて、 チャンス作って、得点重ねて、で、守備ではハイプレースハイラインでやるっていう、まあ、甲子の切り替えでもハードワークだとするっていう戦術が石丸監督は好きらしいです。まあ、自分は石崎監督より石丸監督のこの考えの方が好きかな。はい。まあ、でも石丸監督が注目してる指導者が、なんかソリマスさんという、ちょっと、まあまあまあ、なかなかの人だなと。はい。で、試合なんですが、 えっと、まあ、前半お互い開幕戦ということで、まあ、固い部分もありましたが、まあ、昨年の開幕の y イ戦見たく、片手を左のセンターバック、あ、右か、右のセンターバックの小田選手が攻撃参加したりして、まあ、ここはなんか今年も石崎さんは完成形目指していくのかなと、えー、センターバックの選手が攻撃参加とか、 で、あと12分過ぎなんですけど、まあ、前半から、前半始めてから、愛媛結構ニーズかけて守備来たんで、結構逆サイドが空いてたりして、で、左のサイド空いてて、いいパス出て、最終的に松本くんがいいボール上げて、シナさん合流したシーンとか、ああ、いいなと。はい。まあ、それを繰り返していけばいいのかなと。で、25分過ぎも、えー、っと、選手のワンタッチパスが繋がって、ま、最終的に、えー、っと、 マテちゃんことはマテルス選手が、えー、シュートマンに繋ぐ感じもすげー多かったんで、まあなんかキャンプでやってきたことを確かめながらやってる印象かなと。で、後半、まあ先生で止まるんですけど、やっぱりリンド選手で出たどころやられましたね。まあ去年もこういうシーンが結構あったんですけど、あの自分、岡山にいるリルディバイス選手と結構リンド選手を重ねて見てるんです。まあ、異論はあると思いますけど、まあキックも蹴れるっていうので。 ま、岡山も、えっと、町相手に試合あったんですがやっぱりヨールディバース選手が戻れないところでやられてましたね。出てったところでね。あと、ゴールキーパーも、西部さんの経験値は、あの、疑い余地ないので、あの、任せてあげたいんですけど、ま、今年はあの、山田選手も経験ある。山田選手もいるんで、平用もあってもいいのかなと、ちょっと、 なんか、自分思っただけですあの、西部ちょっと、カつンそうだなぁと思う時あったりして、ちょっとね、去年のだから開幕の YS 戦みたいな、堂々とした感じではないなと、ちょっと、ちょっと思っちゃいました。すいません。はい。で、伊沢監督、まあ先めておられて、えっ、ー、と、3枚替えて打ってきたんですよこれはドンピシャ。えっ、ー、と、まあ1点目なんですけど、松本くんがしっかり、小野選手見ていって、松本くんのパスから、小野選手がゴールと。 で、2点目は、えー、っと、カネ選手が結構、その3枚替えしてから特になんか、掴まれにくいというか、なんかいろんなポジションいたり来たりして、まあ、エイメのディフェンス陣を惑わせていたのかなと。で2点目のシーンもなんか打つのか、パスのかと思ったら、上げて、大野選手に出てヘッドで逆転と。いや、良かったですね。逆転できたって大きいですね。あと、大野選手昨年同様、やっぱり守備面でも大活躍してましたね。 まあ今季はちょっとね、攻撃陣の、ええー、と、選手がやっぱり多いので、まあ試合に出るってのはなかなか大変な面もあると思いますけど、パコ結果出したんで良かったんじゃないですかね。で、開幕も逆転できたこと、すごい大きいですし、で、選手の入れ替えでまあ勝てたっていうのも良かったのかなと。で、まあ開幕戦でこう、愛媛だたったの、間違いなく今後ね、愛媛が、えー、っと、 消化場争い加わってくるはずなんで、この時期に愛媛から勝ち点ん取ったのは本当大きいと思います。だ、来週のね、今治戦も期待したいですね。えっ、ー、と、まあ、現地行かれる方はまだちょっと戻る感じになって大変だと思いますけど、まあ、自分はちょっとあの店あるんで、ここで、えっ、ー、と、映像で応援したいと思います。はい。来週もちょっと楽しみですね。はい。で、出過ぎの結果ちょっと見ていきたいなと。 思いますえー、っと、まあ、上から、おぉ、もう5分過ぎてました、すみません。えー、っと、ちょっと延長でいきたいと思いますけど、えー、っと、まあ、岐阜は上からなんですけど、まあ、岐阜は戦力的に間違いなく、まあ、J3 のこのリーグでトップの方だと思うんですけど、やっぱ YS は、えー、っと、攻撃の地盤というか、守備の地盤というか、あるので、なかなか点数を取らせませんでしたね。まあで、でも岐阜は圧倒的なものがあるんで、 まあ今後チームとしてできてるとやっぱり怖いですよね。はい。で、藤枝がいいんですよ。あのー、モダンサッカーというか、いいサッカーしてるなと。うん、ちょっと当たるの嫌だなと思いましたね。で、相模原なんですけど、なんか、降格してくるちょっとマイナスイメージとかあるんですけど、相模原は J2 位って、 で、さらに強くなってきた印象です。まあもちろん、その高木監督のね、方針というかやり方が、まあ冷静な監督なので、そういう部分が見えるのかなという感じですけど、ちょっと相模原もね、蹴れる人が多いし、実力ある選手も多いから、なかなかちょっと大変かなと。で、えー、福島こと、まあ樋口選手のチームですけど、 えー、FC 樋口みたいな感じなんですけど、まあ、イエス選手がボランチしたり、フォワード並みのシュート打ったりすごかったですけど、まあ、今まではその、早い、もう、攻守の切り替え、早いチームにはちょっと戸惑う印象でしたね。はい。あと、宮崎が多分 YS 化目指していくんで、えー、これはちょっと手こがくなるなと。で、八戸平もね、 えっ、ー、と、八戸やっぱホームの時ですよ。その、天候的なものがまたいろいろあると思うんで、苦戦するかなと。で、岩木が初めて来たんですけど、まあ、すぐ先制点取ったんで、まあ、鹿児島はちょっと油断したかなと。あと、さぬきが結構今年はいいんじゃないかなと思ったりして、えー、っと、まあ、松本はセットブレーカーの2点だったんで、下手すると負けてた可能性もあったので、まあ、松本はもちろんね、あの、 実力ある選手が多いので、まだまだこれからだと思います。あと、北九州、長野なんですけど、あ、宮崎と長野間違えてました。すいません。宮,宮崎、八戸はあれですわ。すいません。すみません。えっと、宮崎がすごい自信あって、八戸やっつけてました。はい。ごめんなさい長。長野は北九州でしたね。すいません。はい。間違えました。えー、っと、長野と北九州なんですけど、長野がワイス化していくんで、多分、 今後強くなると思います。はい。間違いなく強くなると思います。で、北九州は、あの、JSD 行った時とまた監督も変わったり、選手も変わってるんで、また違うチームなのかなと思っております。はい。まあ、j s にまた今年も大変だなというのは、すごいう開幕戦見ても分かりましたんで、なかなか型でも、まあ、開幕勝ちましたが、今後はちょっと分からないですね。はい。まあ、第5節ぐらいまでまた見て、 えっと、チームの色出てくると思いますんで、はい。楽しみたいと思います。はい。今日はそういう感じでございます。えー、片富山の、え愛、ー、媛戦の試合の、もっともっと詳しい内容とかは、あの、トレパン先生がブログで書いてらっしゃるので、もしよかったらトレパン先生の戦術を詳しく書いてありますんで、もしよかったらブログなどを見てください。はい。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。 すいません、さっき宮崎と長野を間違えて言ってました。ごめんなさい。はい。そんなわけでまた来週もやりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。